はい、R です。おはようございます。はい、外はね、まだ、見ての通り真っ暗、でございます。はい、ということで、まあ今日は久々にちょっと遠征に行こうかなと、まあ思って、まあ向かっております。はい。で、まあ何を狙いに行くかというと、今日は熊高ですね。はい。まあ出てくれるかわからないんですけど、山桜が、今ね、ちょうどいい、まあシーズンというか、まあ時期になってるんで、そのね、山桜バックにちょっとこう熊高をこう撮りたいと。まあいう感じでですね、まあそれをイメージしながら、まあ行こうかなと、思って今は向かってるんですけど、まあそこはね、正直ちょっと自然のもんなんで、撮れるかどうかっていうのはもうほんまに運次第にはなってくるんですけど、もう行動、まあしなければ坊主確定ということで、はい、今日もちょっと行こうかなと思って、まあ向かっております。はい。で、まあ機材は、まあいつもと一緒ですね、自身のまあ最強セットで、まあ F マウントの64に、まあ 1.4 のテレコンと D500 っていう感じですね。はい。で、まあ、メモリーカードが、ちょっと前から使ってるね、パーギアの512GB の、まあ、CF エクスプレスを、まあ、今日は入れてきてるんで、まあ、それのね、検証もね、まあ、以前からちょっとやってるんですけど、なかなかちょっと鳥運にも恵まれてないっていうのもあって、はい、今日はね、そのカードを、入れてきました。はい。まあ、そんな感じで、まあ、行ってね、天気もね、ちょっとね、微妙なんですよ。雨降るかもしらんぐらいの天気なんですけど、なんか行かへんくてね、雨降れへんかったわっていう感じっていうのもちょっと嫌なんで、もう行って雨降ったらもうその時考えようかなと思って、はい。ピーカンより逆にいいかもわからへんですね。はい、ちょっと降るぐらいの方が、画質的には、よく撮れるかなというのもあるんで、はい、まあ、そんな感じですね。まあ、今日も楽しんでいきたいと思います。はい、それでは、行ってきまーす。さて、着きました。まだね、ちょっと暗いんで、画面上はちょっと明るく、まあ、映ってる感じですけどね、まだちょっと暗いんで、もうちょっとね、日上がるまで待ちたいかなと思います。いやー、楽しみやな。はい、ということで、行ってきました。はい。6時間ぐらいかな。はい、一応粘ったんですけど、取れるのは、まあ、取れました。はい。ただ、そんなにね、近い距離飛んでくれたりとか、まあ、まあ、なくて、まあ、熊高あるあるなんですけど、はい、まあ、そんな感じで、まあ、姿は見れたんで、よかったかなと。はい。当然、まあ、シャッターも切れたんでね。はい。で、狙ってた山桜とのコラボなんですけど、熊高と。なんとかギリ取れたかなっていうやつは多分あると思うんで、それが今出た後なのか今出てるのか、わからないですけど、まあ現像の段階で写真として仕上がってたら今多分出てると思います。はい。そんな感じでですね、まあ枚数の方はね、あんまりちょっとなくて、ね、動きもね、そんなにね、バンバンこう飛んでるっていうことはなかったんですけど、まあ何回かはこうパッと出て、まあどっか行って、またパッと出て、またどっか行って、みたいなのは、何時間かにこう一回はあったんで、はい。まあ、全く出えへんよりかは、良かったんで、はい、楽しかったですね。で、メモリーカードなんですけど、今日も全然エラー等もなくてですね、まあ、普通に全然、まあ、使えてたんで、まあ、いけるんちゃうかなと、まあ、いう感じですね、今日も。そんな感じですね、まあ、今日はこの辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした。